パラシュートが開く、様子緊急着陸用パラシュートとは、航空機に搭載された安全機能である。通常は、機体が操縦不能になったり、エンジンが故障して、滑走路外への不時着が避けられなくなった場合は、胴体着陸を行うか、パラシュートを背負って機外へ脱出する必要がある。胴体着陸は、大破や火災の危険があり、パラシュートを積んでいない場合は利用できない。 キャップスは搭乗員ではなく、機体にパラシュートを取り付けることで安全に不時着させるというアイデアに基づいている。展開することで機体の落下速度を緩やかにして軟着陸させることが可能である。最初に採用したシーラスエアクラフトは設置時に発生する下向きの荷重を吸収し、搭乗者を脊髄の負傷から守るため、シートのクッションには アルミニウム製のハニカムコアを組み込む。ボディには強化フレームを採用し、前席のシートベルトにはエアバッグを内蔵するなど、総合的な安全機能により、適切にキャップスを作動させれば、機体が安定した状態で不時着した場合、設置時には3メートルの高さから機体を落下させた場合と、同程度の衝撃で隅ほぼ無傷の状態で生還できるとされている。 2017年1月現在、このシステムによって146人の命が救われたという。大地2000フィート以上での使用が推奨されている。一方で、大地500フティグル以下の低高度でキャップスを使用しても有効に作用して人命を救った例が多数ある。飛行規定で定める。高度、速度内で作動させた場合の死者数はゼロと報告されている。ありがとうございます。